黄金の将棋黄金の将棋を中心に描いた、アシャンティ人の旗黄金の将棋は、アシャンティ人の王家が保有する神聖な玉座であり、民族統合の象徴である。伝説によれば、アサンテ連合を作った二人のうちの一人である新官、オコンフォアノキエが空から将棋を出してきて、初代の国王、オセエトゥトゥの膝に下ろしたという。この種の将棋は、 伝統的に族長の指導権を象徴するものであるが、黄金の将棋はいけるもの、死せるもの、未だ生まれぬものを含めたアシャンティ王国の人々すべての魂が住まうと信じられている。椅子は持ち主の魂の座であると考えられ、他の魂が通り過ぎるときに休んでしまわないよう、使われていないときは壁に立てかけられることになっている。玉座は決して地面に直接触れてはならず。 代わりに、毛布の上に置かれる。即位の際には、新しい王を、将棋の上で持ち上げて下ろすという儀礼を行うが、この時将棋に触れてはいけない。アシャンティの最高指導者のみが直接将棋を扱って、良いことになっているため、玉座は枕に乗せて、王のところに運ばれる。玉座の所有をめぐって何度も戦乱が起こっている。百九十六年、アシャンティの王プレンペイ一世は、 戦争に負けて、玉座も失うことを恐れて国外に退去した。1900年に、英霊領ゴールドコースト総督であったサー、フレデリック・ホジソンは、黄金の将棋に座ろうとし、将棋を創作するよう命じた。このせいで黄金の将棋戦争と呼ばれる武装放棄が発生し、結果として、アシャンティ王国は、大英帝国に併合されたが、黄金の将棋の精成は保持された。 1921年にアフリカの道路工事業者が将棋を見つけて金の装飾を剥ぎ取った。犯人は英国により保護観察課に置かれた後、地元の習慣に則った裁判にかけられて死刑宣告を受けたが、英国が介入してこの一団は死刑ではなく追放処分となった。この時、将棋について介入をしないという保証が英国から出たため、 将棋は隠し場所から出されることになった。1935年、黄金の将棋は、プレンペイ2世の体幹儀礼に用いられた。黄金の将棋は46センチの高さでカーブを描いた座席がついており、幅は61センチで、深さは30センチである。表面はすべて黄金の造眼で飾られており、王に危険が迫っていることを警告するための鈴が、かけてある。 あまり人目に触れることはなく、数人の王室関係者しか保管場所を知らない。族長の葬儀のためにレプリカが作られることもあり、族長の葬儀の際には世代を超える力の象徴として、儀礼的に動物の血で黒く塗られる。現在でも、アシャンティの人々にとっては継承と力の象徴として扱われている。ありがとうございます。